あー、いいっすね。いやー、ネイティブ、ネイティブ。ネイティブっすね。おー、いいっすねー。おー、あ、いい、おー、お、揺れる、揺れる、おー、おー、おー、揺れるよ。あ、揺れる。あ、揺れる、揺れる。やばい、やばい、やばい、やばい。あー、これ。あ、すごい。でもね、夜景がね、やっぱめちゃくちゃいいっすね。そうですね、夜だとこのゴンドラもライトアップされて、めっちゃいいですね。わあ、これはいいっすね。うわあ、これはこれはやろう、2人で乗るもんじゃないっすね。これはいいっすね、うん、これはデートスポットには最高ですよ、これ、はい、ねえ。いやあ、すっごい、めっちゃ綺麗。やっぱこれ夜乗るもんっすね。そうっすね、夜男女で乗るもんです。野郎で乗るのはちょっと違うね。これをね、ちょっと、うん、野郎で感動し合ってたらちょっとやばいね。いやー、屋形船綺麗やーんって。あ、ほんまや、屋形船綺麗や。いや、いいなー、いいっすね。いいっすね。うわ、この都会感やばいね。これはちょっと、まめちゃんが大きくなったら、はい、ぜひ、マジで。あ、すごい、なんかパーティーしてる、あれ。え、あ、すごいね。うん、うわぁ、いいなぁ。あれ、勝ち組のパーティーですよ、あれは。勝ち組です。ああ、ここが一番高いとこぐらいですね。うん、これね、最大がね、なんか高さ40メートルぐらいらしくて、で、なんか長さがね、1.2 メートルぐらいらしいです。1.2 キロです。あ、違う、そうや、 1.2 メートルは終わってるな。1.2メートルって、ちょっと揺れたら終わるな。うん、そうや、1.1 走り高跳びの高さをする。走、うん、そうやね。走り高跳びで飛び越えられるね、それ。で、俺8人まで乗れるんでね。うん、そうですね。いや、いいっすよ、これは。結構でも広いですよね。そうっすね、うん、うん、この椅子はめっちゃ硬いですけどね。うん、マジで硬いですけど。そう、何でできてんのっていうぐらい硬いです。うん、ちょっとね、この椅子の硬さを確かめに来てほしい。うん、いや、いいね、これ。この、まあ、見て、下から見る人もね、こう、綺麗よね。はい。うん。これね、たったね、5分しかないんですよ。うん。これ、YouTube の動画的に尺が稼げない。いやー、でもね、いいですよ、この都会は。うん。まあ、ちょっと若干トベよりかは都会かなっていう。、うん、そうですよ、ちょっとだけ、ちょっとだけね、うん、うん、ちょっとあの、うん、トベの人には申し訳ないけど、ちょっとトベよりかはちょっと都会かもしれん。ちょっとだけ、ちょっとだけね、うん、うん、あ、もうすぐゴールや。いいなあ。いいですね。ちょっとムーディーな曲流れてます。ほんとこんなムーディーな曲でね、やろう2人で、1人はなんかあの変な体勢でカメラ回してると、これは地獄ですよ。ねえ、あ、本当に5分ぐらいや。あ、ね、あ、めっちゃ入れる。あ、めっちゃ入れる。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。これタイミング逃したら終わるから、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。